大変だ。何番鋼の巨人が来るぞ。何番のゲートがやられたんだ。早くこの場から脱出せれば。このままでは実験体にも逃げられてしまう。見えないのよ。何なの？わからない。いや、一つだけわかる。きっとあれがカルディアノン人が言っていた鋼の巨人。あ、こっちに来るの。自分はモーフィスのバッカス D17 だ。では、ついてきたまえ。ちょっと待ってくれ。いきなりそんなことを言われても。その声、君がミスターエッジマーベリックか。先ほどの呼びかけと声紋データの一致を確認した。では行こう、ミスターエッジマーベリック。だから、ちょっと待ってくれってば。まずは助けてもらったことへの感謝を。そしてあなたには聞きたいことがある。知りたいと思う気持ちこそ見識への好奇。科学者の端くれとして自分も君に答えたいと願う。しかし悠長に語っていられないのもまた事実。では行こう、ミスターエッジマーベリック。わかった、行こう。バッカスさん、詳しい話は後ほど。承知した、ミスターエッジマーベリック。それと、自分のことはバッカスで構わない。わかったよ、バッカス。あと、僕のこともエッジと。了解だ、ミスターエッジ。ああ、いや、まあいいか。それで、これからどこへ？中央隔離室だ。そこに自分の使命がある。使命？ですか？導きの啓示と呼ばれる物体、その破壊こそが我が使命。なるほど、そいつはちょうどいい。ふん。僕たちもそこに行かなきゃいけないんだ。Thank you.
レムリックのよりも大きいな。これがグリゴリか。みんな少し下がっていたまえ。グリゴリを破壊するのは自分も初めてだが、これでこと足りるだろう。ちょ、バッカス！耳を塞いでいたまえ。特殊な弾頭による圧倒的なパワーで砕く。ふん、計算通りだ。なんというか大味ですね。まあいいさ。少なくともこれでカルディアノン人は。なんだ！誰かいるの？にゃーご、にゃーご、にゃーご。猫だったのね。にゃん、にゃごん、にゃん。なんてことがあるわけないじゃないの！エッチ猫、絶対許さない。